先生の名前は生野由衣と言います。わからないことがあったら何でも話しかけてくださいね。佐伯敏夫君、今日で7日も休んでる。明るくていいお家じゃない。この物件のこと奥様にはお話しされてますよね。ええ、佳代子は、妻は知ってます。ごめんなさい、お姉ちゃん。ゆい、どうしたの？こんな時間に。何かあった？ゆい、
俊夫君っていうの、この子。どこの子？誰の子なの、ゆい？もう行かなくちゃ。どうした？いや、ちょっと。大丈夫？妹が夢に出てきて。ゆいちゃん？悪い夢？何やってんの？夜中だよ。メッセージを見るだけ。ルームサービスでございます。お食事お持ちいたしました。どうぞ。何？どうしたのよ、いきなり。申し訳ございません。ちょっと驚かせないでよ。失礼します。そうですが。え、ゆいが？いえ、心当たりは。ご迷惑をおかけしました。失礼します。横浜行き最終電車が発車します。乗り遅れのないよう気をつけください。ドアが閉まります。ご注意ください。
ただいま。ゆいちゃん、まだ見つからない？家にもいなかった。そっか。どうしたんだろう。ゆいは小学校の先生になるのが夢だったの。子供たちを残して消えちゃうなんて。元気でいるよ。と何か事情があるんだよ。ん？ねえ、これ何だと思う？何？ゆいからのメッセージなんだけど。ゆいちゃん？ね、変でしょ。うん、そうだね。レオ、おはよう。今日でしょ、来るの。え、うん、どんな感じ？ある日突然弟ができるの。弟ってママのお兄さんの子供をちょっと預かるだけだよ。ややこしい言い方するね。いとこでしょ、それって。そうだけど。いくつ？9歳か10歳ぐらい。知らないの？だって急なんだもん。初めて会うし、そんな子がいるの知ったのも最近だし、預かる理由も教えてくれないし。そうなんだ。でも羨ましいな、兄弟できて。みどり、お姉さんいたんだよね。うん、いたよ。ごめん。何？あの、いいんだよ、別に。10年も行方知れず、さすがにもう情報は出てこない。それよりレオ、その子にお姉ちゃん一緒にお風呂入ろうよとか言われたらどうすんの？ね？背中洗ってあげたりするわけ。そんなことしないよ。何、顔赤くなってる。なってない。なってるじゃん。なってるよ。しまして、怖い思いしちゃったね。これからはおばさんが面倒見てあげるからね。さあ、今日からここがあなたの家よ。夕方にはお姉ちゃんも帰ってくるの。レオっていうのよ。よいしょ。さあ、どうぞ。遠慮しなくていいのよ。上がんなさい。ありがとうございました。どうして、ゆい。クラス担任になれたって
あんな嬉しそうにメールくれたじゃない。ゆい、これがあなたのクラスだったの？俊雄君っていうの、この子。昨日佐伯家を訪問、母親が在宅。俊雄君のことを問うが、俊雄は休んでいますと繰り返すばかり。好きな料理何？何か食べたいのある？じゃあ好き嫌いないのね。全然何も話さない。そう、困ったわね。お魚で大丈夫だったかしら。ねえ、何があったの？何があって？あの子のことに決まってるじゃない。おじさん離婚したの？うん。うんじゃわからない。レオ、あの子のお母さんね、亡くなったのよ。いつ？最近。そうなんだ。だからすぐには打ち解けないかもしれない。ゆっくり付き合ってやって。わかったよ、ママ。
誕生日おめでとうございます。あ、ありがとう。アリサ、願い事を決めた。お客様、起きてたんだ。うん、寝れなくて。何それ。ちょっと結衣が学校で使ってたものを整理してて。そう。お疲れ様。お腹は何か食べる？ううん、大丈夫。無理しちゃダメだよ、早く寝ないと。うん、じゃあシャワー浴びてくる。うん。誰の子でもいいから、この流れ姿になってください。知らせてください。子供が欲しい。子供が、子供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 。
にするわ。毎日そんな食べてそれでも太れないのは得意体質ってやつ？違うね。まどかのママデブだから今にブクブク太るよ。ママの飲みすぎだよ。ねえ、放課後カラオケ行かない？また？緑マーク話さないから割り勘じゃ割り合わないもん。まどかその分食べるじゃん。そっか、決まり、カラオケ行こう。まったく食べ物のことしか頭にないんだから。ねえ、ん？今日はさ、うち泊まり来ない？どうした？うちのママ今夜仕事で遅いんだ。一緒にクウェイダで見ようよ、ピザ取って。いや怖がり、ピザは太る。そっちか。じゃあ緑だけ食べなきゃいいんじゃ。じゃああんたが払うんだよ。それはレオママのおごりってことで。いいよ、決まり。それまで一人でお留守番お願いね。舞、舞、舞、ごめん、眠っちゃったみたい。何やってんだよ、これどうした？あ、これゆいの学校から送られてきた。いや、そうじゃなくて、これ捨てたはずなのに。ソータ、何するの？これ絶対読んじゃダメだ。そもそもさ、パンツ履き忘れるなんてことある？あるよ。ねえレオ。え？ないよ。履き忘れたとしても一日気づかないなんてことある。だから自分でもびっくりしたんだってば。トイレ
それで？え？紹介してくれないの？弟くん。うん。どこに隠してんのよ。隠してなんかないよ。隣の部屋にいる。じゃあ見に行こう。待って。連れてくるから。そう。私のいとこ。名前は？なんていうの？あ、名前はどうしよう。こんばんは。かわいい。髪型かわいいね。何歳？おばさんが面倒見てあげるからね。ねえ、としおくん。さあ、今日からここがあなたのお家よ。夕方にはお姉ちゃんも帰ってくるの。レオっていうのよ。どうぞ。遠慮しなくていいのよ。上がんなさい。
もう家はありません。教えてください。お子さんのことを知りたいんですが、ここにあったお家に住んでいた。興味で詮索しない方がいい。興味なんてそんなんじゃありません。妹が少し前にここを訪ねてます。その後おかしくなった。は？何も知らない方がいい。知らぬまま事実だけを受け入れるんです。何をおっしゃってるんですか。私はこの家で家族2人亡くしました。でももう家は壊した。恨みは消滅しました。断ち切ったんです。起きてしまったことは諦めるしかない。そんなこと理由がないまま。妹は行方不明なんです。知ってるなら教えてください。ここにいた敏夫君は今どこにいるんですか。教えてください。すみません、お客様、今日の電車はもう終了しております。最終電車はもう出ました。そうですか。出口までご案内します。どうぞ。子供が欲しい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 。
なんかちょっと変わった子だね、サシオ君って。可愛かったよ。あの子、お母さん亡くなったばかりらしい。それでとりあえず預かることになって。亡くなったって、サシオ君のお母さんなんで死んだの？マドカ。よくわかんないんだ、ママ言わないし。なんか怖いね。ほとんど部屋に閉じこもったままだし、全然喋らないし。ちゃんと挨拶してたじゃない。ねえ、調べてみよっか。ネットに載ってたりしないのかな。やめなよ。なんで？知っておくべきよ、トシオくんのお姉ちゃんとして。ねえ、トシオくんの名字、上の名前なんていうの？知らないからね。レオ、ダメだよ。緑すねた？ねえ、名前。佐伯。佐伯としよう。伺います。あ、特に問題ないようでしたよ。そうですか。
待たせしました。イカスミパスタでございます。はい。窓か、こんな時間に。レオ、大変大変大変なの。図書くんのお父さん、おじさんの名前って佐伯武雄って言うんじゃないよね。知らないけど、だったら何よ。とにかく送るから、見てみてよ。佐伯武雄は妻加代子を絞め殺した後、2階の天井裏に遺棄したものと推定されている。現在も行方不明。残された一人息子が殺害の模様を目撃していたらしい。さらには息子が可愛がっていた猫を電子レンジに放り込み、ぬるこげにした。うそ、いつからここにいたの。
としおくん、としおくん、としおくん、そうだったから。そんなことで気安く、よく知りもしないで勝手なことしないでよね。
ま死ぬの。そんなこと絶対にさせない。私が守る。帰るところがなくなればあの子は消える。ダメよ、そんなことしたら。そうしなければ終わりは来ない。としおくん、としおくん、恨まないでね。これで終わりにしましょう。
どなたかいらっしゃいませんか。すみません。こんにちは。向かいのお家のこと、君何か知ってる？教えてくれないかな？知りたいんだ。お願いだよ。あそこに住んでる人ってどんな人なの？ねえ。私も、もうすぐ死ぬの。私が死んでも、一緒に遊んでね。俊雄くん、俊雄くん。
俊夫君。俊夫君。舞。舞。
誰だ。誰だ。やめろ。繰り返される。繰り返されるんだ。ずっと。このままじゃ。すみません、どなたかいらっしゃいませんか。すみません、お邪魔します。
ごめんください。すみません。どなたかいらっしゃいませんか。生野と申します。こちらに佐伯敏夫君いらっしゃいませんか。おりますよ。すいません、勝手に上がってしまって。いいんです、気になさらないで。あの敏夫君って。敏夫はここにいます。え、敏夫、敏夫です。そうです、敏夫はここにいます。お邪魔しました。
Home.